はい、どうも、ゆうきと申します。ここはですね、和歌山市駅に来ております。私はさっきですね、難波から和歌山市までサザンに乗りまして、でその後ですね、紀の川の方に向かって、彼方を取りまして、今ちょっと休憩するところなんですけど、今回はですね、私がさっき撮ったあの彼方に乗車していきたいなって思います。7月の13日ですね、撮ってきたんですけど、デビュー当時のそれがお蔵入りになりました。はい、なぜお蔵入りになったのかと言いますと、ちょっと僕がマスクしていない僕の顔が映ってしまいました。で今回ですね、ちょっと着いた頃の彼方に乗車していきたいなって思います。では今日もよろしくお願いいたします。そう、やってきました。2000系の熱帯電車彼方、今からですね、そちらに乗っていきたいと思います。その前に米大電車の彼方について少しおさらい。米大電車彼方は米大電車の家族4匹の遠い先祖、始まりの米大電車という設定で7月の13日でデビューしました。運行開始の半年前に2024年夏と書かれたポスターが貼られてあり、今まで海、幸、奈良など7100系が使われていましたが、今回の彼方は2000系が使われました。彼方はその名の通り車体が虹色になっています。それではいざ車内へ。和歌山市方面はこんな感じ。こちらは台風の記憶のエリア。遥か昔に台風スリップしたようなデザインとなっており、海は和歌山に生息していた古代生物の絵などがデザインされています。加賀方面はこんな感じ。ここは未来への思いのエリアで、未来をモチーフにしたデザインがされており、中には昔使われていた運転台の部品が作品として再利用されたものや、加賀の小学生などが描いた絵などが展示されていました。釣り川も加賀の海を生き物をモチーフにしたものになっていました。14時56分、和歌山市駅を発車。ここからすぐに紀の川を渡っていきます。そして紀の川駅に停車。ここまでは本線と同じルートになっています。そして紀の川駅を発車すると、ここで本線と分かれ、カーブを曲がって加賀線へと入っていきます。加賀線に入った後、平野を駆け抜けていき、そして加賀線の最初の駅、東松江に停車。ここから海に近いコースを走っていきます。最高の電車から並べ駅、八幡前駅に停車。こちらは鉄道マニアにとってはフォトスポットになっています。磯の浦駅まで来ると、まもなくあれが見えます。駅を発車するとすぐにサーファーがたくさんいるとして有名な場所、磯の浦海水浴場が見えます。そこを越えると、まもなく終点の加賀です。加賀です。この電車は当駅まで、お忘れ物もなさいませんようご注意ください。3時20分、加賀駅に到着です。というわけでいかがでしたでしょうか。加賀はですね、日によって運行時間が何度もですので、乗りたいなと思う人は、ぜひ運行スケジュールか何回アプリを使ってみてください。というわけで、もうすぐ発車してしまうので、ここで終わります。というわけで、最後までご視聴本当にありがとうございました。